きげんよう、カラスマアリスです。このチャンネルでは、今までに300本ほど、ロリータファッションに関する情報を動画で発信してまいりました。ですが、なんとまだ、そもそもロリータファッションって何？という動画をアップしていなかったんです。なので今回は、ミリ知らでもわかる、ロリータ3分解説動画をやってまいります。このチャンネルでは、元ロリータ販売員の私が、ロリータファッションに関して情報発信をしています。ファッションビギナーさんにもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までお付き合いください。1999年に初版が出版された文化出版局のファッション辞典でも、ロリータルックとして少女のように可愛らしくあどけないファッションと掲載されている通り、正真正銘のファッションスタイルです。コスプレじゃないよー。ロリータとコスプレの違いについて詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧くださいね。ヨーロッパの伝統的な装いと誤解されることもありますが、1980年代の日本が発祥のストリートファッションです。東京の原宿、新宿や大阪の心斎橋を中心に世界各国に愛好者が存在します。日本では2000年代頃特に人気が急増し、その後2010年代から現在にかけて中国などでブームとなっております。名称はナボコフの小説ロリータから名付けられたものと思われますが、この小説やロリコンという言葉とは直接の因果関係はありません。テイストにより異なる部分も多いですが、レースやリボン、フリルがふんだんにあしらわれた贅沢で可愛らしいスタイルです。パニエと呼ばれる下着で、お姫様のようにスカートにボリュームを持たせることが多い甘く可愛らしいスタイルです。大人のための少女服と表現されるように、ヤングレディース向けのパターンを中心に、最近では年齢を重ねた女性向けのパターンやデザインの服も多いですね。ただ単純にフリルやレースをたくさんあしらっていて可愛らしいだけではなく、そのデザインやパターン、縫製の完成度も高く、仕上がりは繊細で上品にあることもポイントですね。ボスロリの名称が特に有名なので、よくロリータなどの原宿系ファッションをひとまとめにボスロリと呼ぶ方もおられます。ですが実はボスロリってロリータファッションの中のジャンルの一つに過ぎません。ダークな格好良さと甘い可愛らしさがミックスされたボスロリの他にも、特に人気があるのはとびっきり甘くて可愛いハマロリスタイルと、上品で少し控えめなクラロリスタイルなどですね。その他にもロリータファッションのジャンルは3分では解説しきれないほど多岐にわたります。主だったロリータファッションのジャンルは私の動画でもご紹介しております。興味がある方は右上に表示される動画リストから気になるロリータファッションの動画をチェックしてみてくださいね。ロリータファッションについてもっと知りたいと思ってくださった方は、今回ご紹介した動画も合わせてチェックしていただければ幸いです。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録・高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。